行くぞ。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤ゴリです。おつぐり。さあ今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあそれでは参りましょう。検証スタートです。まずはトラップの岩、帰るふりをすると当たらないらしい。やってて分かったんですが、これトラップが発動するタイミングがこの最初のアーチ、これに差し掛かると発動する。なのでできるだけしゃがみながら壁の側面を擦る感じだと岩に当たらず回避することができるみたいですね。続いて T ポーズだと岩が止まるらしい。怪しい。高評価した。あ、忘れてた。高評価お願いします。続いて秘密の扉、エモート以外でも開くのか。まずはスプレー。続いておもちゃ。最後はエモートアイコン。結果はエモートアイコンのみ開くでした。開かないと思った。お次はマイダスがリップソーランチャーを打つと歯は金色なのか。今は金色。は金色にならない。続いてインゴット金庫にリプソランチャーを打つとめっちゃ飛ぶらしい。結果はめっちゃ飛ぶ上ワープもする。お次、金庫にポケットフォートを投げると金庫の扉は壊すことができるのか。扉は壊れない。お、チョコリ、いきなり呼ばれたけど何？今回は僕たちに検証してほしいってリクエストがあったのだ。そうなんだ。じゃあ早速行きましょう。岩はどうすれば止まるのか。止まる気がしないね。止まらないんじゃない。まずは車爆発するのかな。どうなるんだろうね。
められないね。続いて、テント。これは絶対無理でしょ。わからないよ。戦車はテントに負けるからね。あー、確かにそうだね。ワンチャンあるよね。やっぱり、あはは。次は、バトルバス。うん、無理じゃない。やってみないとわからないよ。止まる気がしないね。次は、やけくそ。やけくそ？アーマードボールを張りまくる。これ面白いね。どこかで止まるかもしれない。全部塞ぐの？全部塞ぐよ。完成。これはワンチャン。ワクワク。さあ行くぞ。こうなったら、ダースベイダー。え、連れて行くの？連れて行くよ。到着。めっちゃワクワク。連れてくるの大変だった。大変そうだね。ちょっと見ててね。静かに見てるね。ワクワク。さあ行くぞ。でも体力減ってるね。ダメージは食らってるんだ。ある程度だけど岩のダメージが測れるんじゃないの？確かにわかるね。以前の動画で体力を調べたとき、シールドが割れて体力が減っていくあたりから、さっきの体力を照らし合わせてみると、この辺だね。だいたい400くらいだと思う。結果は、岩は止められない。岩のダメージは400くらい、でした。岩を止める方法ないのかな？なさそうだね。以上、チビゴリとゴリジーでした。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。200円、山田レイヤさん、スパゴリ Thank you、 ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、若ゴリでした。バイバイ。おつ